道プレゼンツ、トモクルラジオ。今日もトモが来る。どうも皆さん、こんにちは、ヨウです。こんにちは、ジョジョです。第47回のトモクルラジオになります。今回ジョジョさんと一緒にお届けします。よろしくお願いします。このラジオでは他の企画ではあまり話せないようなありやこれやをゆったり話していって、蓬莱堂の雰囲気を伝えられたらいいなと思っております。はい、いつも通りゆるく話していきますが、その中で蓬莱堂のイベント情報なんかもお話ししていきますので、ぜひお聞き逃しなく。じゃあ早速このコーナーからいきましょう。普通のお便り。はい、今回もたくさんお便りいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、1つ目からご紹介していきましょうか。はい、じゃあ、最初の方、トモクルネームチュルチュルサルさんからいただきました。ヨウさん、ジョジョさん、こんにちは。こんにちは。世間は夏休みシーズンですね。お二人は今自由研究や工作をするとしたらどんなものにチャレンジしたいですか？私は何年も前に筑波山の登山者を相手にじゃんけんの勝率を研究していた少年とお父さんを思い出して、自分も挑戦したくなっています。見知らぬ人との交流にもなって楽しそうでした。なるほど、すごいですね。筑波山で、じゃんけんの勝率を研究していた少年とお父さんがいたんだ。めちゃくちゃ発想がおもろいですよね。なんか筑波山の登山者を相手にする理由とかあるんですかね。ちゃんと決めてるのかな。最初から筑波山でやろうとしていたのか、なんかその日の気分でなんか急にやりたくなったのか。そうね、そうね。登山に行く人間たちは気合が入ってるからグーを出しがちとか、そういうのがあるんですかね。ああ、なんかあるかもしれないです。わかんないですけど、まあ、そうするとなんか普通の人たちと登山者とでそれぞれにこうランダムにじゃんけんをしていって、相手が出す手の傾向とかやったら今の話になりそうですけど。そうだね、勝率だもんな。まあでもあれなのかな、登山者相手に少年が研究して、いや、 やっぱりパーで勝てるなみたいなのやったりするんですかね。で、ね、パーで勝率が高いっていうのが公表されたら、今度さ、逆に筑波山の登山者たちがそれを知ったら、あ、何、パー、向こうパー出すと勝率高いっていう、なんかもう情報があるんだって思われて、今度は違う手を出して、そうね、そうね、いたちごっこが始まるという。だからあんまりこの研究の成果は公表しない方がいいかもしれないそうね、そうねなるほど。まあでもやっぱ小学生とかですもんね、自由研究って言ったら。なんかこう本当自由にこう気になったなっていうのをやってみて、どこまで厳密にやるかとかは一旦度外視でもいいんでしょうね。本当に興味持ったことをやってみるっていう感じだと思うんで、どうですか、ジョジョさん、今自由研究しようって言ったの。今ね、今年6年ぶりくらいに野菜育て始めたんですよ。おお。前まで家庭菜園が趣味で毎年作ってたんですけど、まあ、この、6年くらい作ってなくて、でまた今年再開してプチトマトを、作るのがとても苦手 なんですね自分は。そうなんですね、はい、今年もプチトマトを作り始めたんだけど、やっぱね、うまくいかないんだよな。実が一応なるんだけど皮が破れちゃうんだよね、結構。はあ。でそれは水分量が多すぎるからっていう。はあ、はあ、はあ。トマトの中なら、なんだろう、その中の水分量が多いと、まあ、中身が大きく なりすぎちゃって、それで腐食する感じなんだ。で今年もそういうトマトが結構多くなっちゃったから、でかといって水をあげないと、なんか全体的にもう、なんだろう、こう弱々しくなんかなっちゃうんだよね。ああ、なるほど。そう、だからその中間がなかなか詰められない。で自分もやっぱ前なんか調べた時は、やっぱトマトは水をあげすぎない方がいいっていうのがあったんだけども、それで今年も最初のうちあんまり水あげなかったら、なんかもう全体的にしなしなできちゃってるような感じで、これどうなんだろうって思って、ちょっと水あげ始めたら、やっぱなんか実がなり始めても皮が破きちゃってるのがちょっとまた多くなっちゃってるから。なるほど。その水分加減の調整の研究をね、ちょっと今やりたいなって思ってるなるほど、なるほど。
ああ、いいの持ってるか、すごいな、うん。ちゃんと調べてから、また今度、来年作りたいなって思っております。そうね。そうか。でも、うまくいく野菜もあるんですよね。そう、あの、ししとうとかピーマンも作ってるんだけど、ししとうとピーマンはめちゃくちゃ作りやすい。はいはい、あ、そうなんだ。うん。まあ、基本、なんだろう、そんな、なんか、面倒見なくても、どんどん実が作れるから。うんうん。だから、あの家庭菜園興味あるっていう人はまずあのししとうピーマンあたりを作ってみると本当に結構たくさん量ができるから、うん、おーたくさんできたって感じで、日々ししとうとピーマンを食べる家になれる。そう、ししとうとピーマンだけは自分で作れるようになるっていうなるほど。伊予さんは何かありますか、研究したいと。いやちょっとね、お便り見るまであんまりあれだったんですけど、私がこうなんか好きに研究してくださいねみたいに言われると、大体こうなんか勉強っぽいことをつい言っちゃうんですよね。なんか日本酒のこれがどうとか、はい、再生紙がどうとか言いたくなるんですけど、はい、さっきのお便りのその登山者相手にじゃんけんの勝率を研究するみたいなの、うん、なんかむちゃくちゃいいなと思って、はい、そういうこうフィールドに出てやれるのがあったらむちゃくちゃいいなってさっき思ったんですよね、このお便りを読んでて。はい。だからちょっと今あんまり具体的にこれっていうのはないんですけど、なんか確かに何かを確かめるために外出て歩くみたいなことはしたいなと思ってて、一個言うとしたら、私そう自分の住んでるエリアのなんていうか土地ってどういう性質を持っていて、なんかどういう被害を得やすいからこういう作りの街になっていますみたいな、なんか街のなんか理解みたいのしたいなっていう気持ちは割とずっとあるんですよ。はい。からなんかそういうことをやれたら面白そうってすごいちょっとすごい今思いついたレベルなんですけど思い始めましたね。うん。まあ、確かにそれだったらそのなんだろう、自分でそのフィールドワークもできるし、なんか多分そういった街の資料とかもあるから、なんか文献調査とかもできるし、なんか両方のあれでできそうですね。ああそう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 、そうなんですよね。なんかそれこそその私が住んでるエリアって結構なんていうか水害とかが歴史的に多いエリアでもあるので、はい、それをどういうふうに防いでますみたいな話とか、あとここまでは防げることになってるけど、うん、ここから先は難しいんだとか、ああなんかそれによって例えば家の建て方とか意外とそれに即して何かしらの工夫があるかもしれないなとか。ああ、まあ、確かにそっか、家の建て方もなんかそこの地域に多い災害になんか適した工法で作る、うん、あ、そう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 、ありそうですよね、うん、そうそうそう、そういうのあったりするんかなと思って、うん、パッと見てる感じでなんか不思議な家が多いなっていう印象は別にないんですけど、まあ、どっかにちょっとした工夫があったりとかしたら見つけてみたいなっていう気持ちもあって、うん、そんな感じかな今ふと思ったのは。はいはい、確かにね、夏自由研究の季節なので、工作とかもね、何かこう物を作ってみるみたいなのもね、うん、一からパソコン組み立ててみたとかね、ああそういうのも楽しいのかもしれないなと思うので、しかも別にこれは子供の特権じゃないからね、大人もぜひみんなやったらいいですね。そうですね、はい、ということで普通歌は今回はこれくらいにしようかなと思います。また今後もたくさんお便りお待ちしてるんでよろしくお願いいたします。以上普通のお便りのコーナーでした。はい、では次のコーナー、こんな本知りませんか。このコーナーは皆さんからこんな本知りませんかっていうお便りを募集して、それに頑張って答えていきます。私たちでこれだっていうのがあればいいんですが、なかなか浮かばないことも多いかと思うので、こちらは視聴者の皆さんにもご意見を募集したいと思います。お便りに対してこれなんかどうかなっていうのがあれば、ぜひコメント欄に書き込んでいただければと思います。じゃあまずは前回の募集に対して、いただいたものをご紹介していきます。前回は1冊で完結するファンタジーという募集をしていました。今回は3通ですかね、来たのでご紹介していきます。まず1通目、トモクルネームメガネムシクイさんからいただきました。こんにちは。
今回のウォンテッド本ですが、ラルフ・イーザウ、盗まれた記憶の博物館はいかがでしょうか。主人公はドイツに住むジェシカとオリバーという双子の兄弟。ある日、二人は父のことを何も覚えていないことに気づき、失われた父の記憶を求めて冒険を始めるというファンタジーです。上下巻で完結していて、濃厚な世界観に浸れる作品です。また、日本人作家さんなら、上橋直子さんの精霊の木がおすすめです。こちらは、地球に住めなくなって他の惑星に移住した未来の世界を舞台にした SF ファンタジーで、主人公の少年シンはいとこのリシアに先住異星人の超能力が目覚めたことに気づきます。予言めいた彼女の発言を探るうち、彼らは先住異星人の葬り去られた歴史に触れてしまうという物語です。森人シリーズで有名な上橋直子さんのデビュー作ですが、デビュー作ながらすでに上橋さんのファンタジー作品の面白さが一冊に詰まっています。こちら文庫本もあるので手に取っていただきやすい一冊だと思います。はい、といただきました。最初のやつの父親を何も覚えていないことに気づきっていう設定が面白そうですね。ね、確かに。でも子供とかだと、その父親のことを覚えていないということの不思議さに気づくの時間かかりそうというか、しばらくそういうものとして生きてそうですもんね。うん、多分何かきっかけがあるんだろうな。そのあれ、そういえば父っているものじゃないの、いるものなのになんで私たちは父親のことを知らないのみたいな。そうですよね、うん、なんかまあ家庭のあり方って様々なので、なんかこう一番おもんない結論としてはね、その結局お母さんが身ごもってから生まれるまでに父親が逃げていってどこか消えちゃったみたいな、なんかそういうこう複雑な家庭事情系のものが想像されるものの、多分これはそうじゃないんだと思うので、うん、記憶がないっていうところに何かしらのファンタジー要素が持たれていて、まあ行くんだろうな、なんかわかんないですけど。なので、例えばじゃあ昨日まで普通にお父さんと一緒に生活していたのに、あの次の朝目覚めると、あれ、お父さんのことなんか何も覚えてないとかっていう設定だったら、確かに確かにそうですね、うん、いる、まあいるはずなのに何も覚えてないみたいなね、うん、確かに、はい、それこそもういてね、その毎日毎日知らないおじさんと接してるみたいな。で、毎日一回お父さんだと思うんだけど、はい、うん、寝て起きたらまた知らないおじさんになってるとか、あ、うんうん、なんかそういう感じだと一気にこう不思議感が増していきますね、うんうん、読んでみてどういう設定なのかっていうのを知りたいですね、はい、そうですね。でもう一つが上橋直子さんですね、はい、もうファンタジーっつったらよく出てくる作家さんですけど、精霊の木は確かになんか森人シリーズに比べると、あ、そういうのもあったんだなというところで、はい、まずそうね、いやすごいですね。なんかこう地球じゃない星が舞台になって、うん、未来の世界を舞台にして、まあ、がっつりそのファンタジー的な設定をいろいろ書かなきゃいけないのに、うん、ちゃんと一冊に詰めてるっていう。そうですよね。でさらにその超能力も目覚めるっていう。そうね、やっぱファンタジーがどうしても長くなるのって設定をある程度語らないといけないからっていうところがあるんじゃないかと個人的に思ってるんですよね。はい、からそのそれこそ舞台が全然違うものを書こうとすると、はい、その舞台がどういう舞台なのかっていうことが解説されなきゃいけないから、どうしても その分物語の進行が遅れやすくなって、ただ引き込んでしまえば長くてもみんなついてきてくれるので、まあ、結果的にこう長くなっていくみたいな、はい、そういうことなんかなって勝手に思ってて、うん、まあ、その意味ではだからそれもやりつつ一冊で収めて面白い本っていうのはなんかすごいんだろうなと思って。そうですよね、うん、でこれが上橋さんのデビュー作なんだね。デビュー作、特に上橋さんはこう結構それこそ長編ファンタジーが多いから、うん、やっぱその長すぎると最初手に取りづらいっていうのもあるかもしれないから、うんうん、まあそのね、最初はこう単巻で終了するような作品でその世界観を味わってみるっていうのも面白そうですよね。そうですね、うん、確かに。それで
雰囲気好きだなってなったらシリーズ手出してみるみたいなことですよね。うん、はい。じゃあ、次行きましょうか。はい。はい。トモクルネーム、ファンタジー初心者さんからいただきました。今回のウォンテッド本ですが、宇津井康隆さんの旅のラゴスがおすすめです。主人公ラゴスが生涯を通じて旅をします。途中で奴隷にされたり、書簡に数年間こもってひたすら本を読み続けたり、波乱万丈な人生を送る小説です。私は小説の再読はあまりしませんが、この本は何度か読むくらい好きですということですかね。はい。いただきました。これ自分も読んだことあります。ああ、そうですよね。なんか、はい、ジョジョさんめっちゃ好きなやつじゃないですか、これ。うん、かなり好きで、しかもページ数全然ないんですよ。結構薄くて。うんうんうん。もうこれも、まあ、完全にこの地球とは違うような世界が舞台で、うんうん、ラゴスっていう人物がもう旅をやってるんですよね、最初から。うんうんうん、でその旅をしていく途中でいろんなこう、ま、あの町とかに寄ったりして、でそこでなんかそれぞれいろんな体験をしていって、うんうんうん、で今ご紹介された通り途中でこう奴隷にされたりするんですよね、うんうん、でかと思いきやこう図書館みたいなところに数年間こもって本当にひたすら本をなんか読み続けるこう読書好きとしては羨ましいなって思えるようなそうね、そう、うん、そういう本当にこうあの波乱万丈な人生を送っていくっていう感じ でこれタイトルがこう旅のラゴスっていうタイトルがめちゃくちゃいいんですよ。ラゴスの旅っていうタイトルではないんですよね、うんうん、そのなんかニュアンスっていうのかな、うんうん、ラゴスの旅だとラゴスっていう人物が、まあ、主人公でそっちの方がなんかより強い印象が受けるけど、旅のラゴスっていうとその旅っていう方の方がなんかこう印象が強いじゃないですか。はいはいはい。そうでこれはもうこう ラゴスが主人公なんだけども、先にこう旅のっていうのがつくことによってやっぱこう旅っていうのがなんだろう、やっぱこの本のこう、うん、主軸っていうか、やっぱこのタイトルがそれがなんか自分はめちゃくちゃいいなって思ってる作品です。ああなるほどね、旅側の印象が強いって意味では確かにそうですね。はい、うん、これ図書館に数年間引きこもってる期間ってそうちゃんと描写がされるんですか？あります。なんか本当にいろんなジャンルの本があって本当にひたすら何年間もこもって読んでるんですよ。へ、はいはい、そうなんだ。図書館にこもることにした数年後みたいな感じじゃなくてそう図書館の中で こんだけあるからこういうの手に取ってこう読んでみたとか、うん、へえすごいな。薄いのに、うん、そう薄いからこそ、まあ、この方もなんか結構再読してるって言ってましたけども、まあ、そうあんまりそうあのページ数あると再読ってまあしにくくなるかもしれないけど、やっぱこうページ数があんまりないとこうさらって読めるので、うん、本当にこの本は、うんうん結構いい作品でしたね。うんうんうん。はい。じゃあ、もう一通ですかね。はい。読みましょうか。はい。トモクルネーム、トゲロクさん。ヨウさん、ヨウさん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。前回募集されていた本が一冊で完結するファンタジーということでピンときたものがあったので、二冊ご紹介します。一冊目は、森見富彦、夜は道がし歩け乙女です。京都の冴えない大学生先輩が密かに思いを寄せる黒髪の乙女を追い求めて奔走します。その中で起きる数々の珍事件があまりにもポップでキュート、そして摩訶不思議なのです。2冊目は森見富彦ペンギンハイウェイです。小学校4年生ながら大人に負けないほどたくさんの知識を持つ僕の前にある日大量のペンギンが現れます。この不思議な事件の謎を解くべく立ち上がる僕は意外な人物が関係することを突き止めます。どちらもいわゆる現代日本を舞台としていますが、起きている事件はまさにファンタジーなのでとても面白いのでおすすめです、はい、まあそうね、私もなんか森見富彦、そうですね、なんかファンタジーで一冊でって言われた時にピンと思いつくのはやっぱこの人だったなと、はい、はい、思ってます、うん、夜は短しもね、ペンギンアイハイウェイも結構そんなに分厚くなくて、多分本当に一冊で300ページくらいかな、うん、大体そんな感じだったと思うので、まあ、そんな長くなく読めるかなというやつですけれども、はい、両方とも作風が違うのが面白いですよね、うん、そうですね、確かに。なんか夜は短しの方って、まあ、大学生の男性の目線で基本的には書かれていて、うん、
かなり文体に少し癖を持たせているというか、大学生のそれもちょっといろいろな自我がこじれた、素直になれないけど、謎に知識だけ妙にこう溜めてしまったがゆえに、うん、言ってることがなんか持ってもあったような、うんうん、なんかごちゃごちゃ言ってるけどつまり怖いってことでしょみたいな、うん、そういう可愛さというか、なんかそういうのもすごい出てる文章だなと私は思ったりしてますが、夜は短しの方はかなり動きの多いというか、書いてくれてる通りその珍事件が起きるみたいなのはまあいろいろあるんですけど、全体的にこう春夏秋冬でよなんか1年間を駆け巡ったような、ああはい、そうそう話だったかなと思うんですけど、ただ一方でなんかちょっと不思議な終わり方というか、読み終わった後になんとなくあの1年間駆け巡ってるんだけど、なんか一晩の物語だったような気もするみたいな、なんか不思議な感覚になったりするなとも思ってます。はい、うん、ペンギンハイウェイはこの少年はその夜は短しとは全く正反対の主人公タイプですよね。ああ、正反対。そう、あ、そう思ったんですね。はい、自分もうなんだろう、こっちはなんかもうちゃんと自分っていうものがあるみたいな、こう小学生。ああ、確かに確かに、なるほどね。はいはい、うん、でそういう意味では確かに。そうか、これもあれか、なんか自由研究みたいな話ですよね。あ、確かにそういえばそうですね、ペンギンハイウェイ自由研究ですね。うんあの確かに小学生のひと夏でまあ、大量に発生したペンギンがっていうのもそうですし、うん、あともう一つあの海っていう概念が確か出てきますよね。ああ、はい、うん、山の茂みを越えて抜けた先に海があるんですよ、うん、いや多分今聞いた人、初めて聞いた人はああそうなんだって思ったかもしれないですけど、いやあのそう不思議なんですよ。そうじゃなくて、はい、山の向こう側に海が開けているとかじゃなくて、山の中、草原の中に海があるんですよね。はい。ちょっと言ってる意味が分からなくなってきていただけてたら、多分正しく伝わってると思うので、そこもまた、少年が直面する謎、うん、このあたりはね、解き明かしていくんだということで、頑張っていくと。まあ、少年は、まあ、少年なんですけれども、お父さんかおじさんかが研究者で。ああ、確かそうだった。ね、うん、あ、おじさんじゃないわ。仲良しの浜本さんのお父さんかな。ああ。なんかそんな感じで、うん、その人と喋ったりして、こういうことに興味があるんだって言いながら、なんか、アドバイスもらったりとか、なんかそういうシーンもあったような気がしていて。はい。ただ、そういう真面目な話かっていうと、浜本さんとの関係を、もう一人の友達の子にいじられて、うん、何好きとかじゃないんやいみたいな、はい、そういう小学生らしい可愛げが出てきたりとか、あと少年なんか無邪気に知的好奇心が強いからずっとおっぱいのことを考えてるとか、ああ、なんかそういう可愛げポイントも結構ありますよね、うん、はい、そんな感じですね。なのでまあ確かにこのその2冊ご紹介いただいてるやつはかなり読みやすく、あとちゃんと不思議な設定があってファンタジーとしても成り立っていると思うので、はいはい、良さそうですね。はい、そんな感じですかね。はい、ということで今3通だけど5冊かな紹介したという形になるかと思います。苔玉さん、ぜひ気になるものがあったら読んでみてください。はい、ということで、じゃあ今回募集する方のお便りの紹介に行きましょう。はい、ともくるネーム、サクサクさくらさん、こんにちは。私は直木賞受賞作をよく読むのですが、芥川受賞作はほとんど読んだことがありません。どの本から読むか決められずに数年悩み続けている私に、おすすめの芥川賞受賞作を教えてください。あ、なるほど。芥川賞ってあっちでしたっけ、あの、なんていうか、どっちかっていうと、なんか新人寄りというか、はい。なんかね、割と雑誌で、に掲載されて、賞を取ったか取ってないかくらいのところで、
書籍化されて、はい、大体単行本で出てくるけど結構薄いんですよね。そんなに長くないやつ。はい、でジャンルはあの、まあ、純文学が多いっていう。そうですよね、確かに、はい、芥川賞で読むっていう風に切ってやるのも楽しそうですよね。ちょっとだけ調べてみたんですけど、はい、170回やってるんですね、芥川賞って、うん、一番最初が1935年。ああ戦前からやってたんだっていうか、思ったより歴史が古くてびっくりしましたけれども、うん、毎年こう上半期下半期で年2回選んでいって、なので、はい、まあそっか、そうすると85年間、ラスト合ってる、うん、2020年ぐらいか、うん、まあ間にちょっと抜けてるのがあるかもしれないですけど、大体そういう感じでやってきてると、うん、なんか見てると確かにあの第何回っつってやってるんだけど該当作品なしっていうのもちょこちょこあるんですね。はい、うん、厳しい時代は。あでも意外と結構あるな。2000年以降とかはそんなに選出なしが多くないですけど、それまでだと意外と結構あって、2回連続ないとかがちょこちょこあって、まあ、ただ最近はちゃんとね毎回選ばれてるのも嬉しいことですね。うん、というところですが、ちなみにジョジョさんから何か出してって言われたらありますか？コンビニ人間かな、やっぱり。あここ何年かのあれで、うん、結構話題になった作品ですよね。まあそうね、コンビニ人間はむちゃくちゃ話題になってましたよね、うん、その、はい、で自分そう去年ようやく読んだんですよ。ああそうなんだ、はい、はいはい、で結構なんか賛否激しい印象があって、うん、で自分はその読んでみた結果どっち側なのかなと思ったら、もう圧倒的な3でしたね。圧倒的な、めちゃめちゃ好きだった。めちゃくちゃ好きだった。なんだっけな、私もこれ結構前に読んで、これ多分出た直後か、うん、1年後かくらいに読んだんでだいぶ忘れちゃったんですけど、みんなが普通って言って想像する生活とか、うん、生き方というかとは少し異なる生き方をしている人がまあ主人公になっていて、それで本人はいいと思っているんだが、他の人からそうそうそう突っ込まれたりとかしていくんですよね。そうそうそう、その意味では私もそれでこういう人がいるというところをなんかわざわざ否定するあれはないよな、うん、なんか、うん、周りからなんかいちいち言うようなことでは全然ないなと思いながら、うん、結構そんなことを思いながらなんか楽しく読んだなという記憶はあります。だからこの本はだからそのどっち側目線で読むのかによって評価が分かれるのかもしれない、うん、そうね、その主人公側に共感するのかそれとも周囲に共感するのかっていう、うん、うん、そうそうそう、まあ、周囲側に共感することも全然あると思うんですよね。その周囲もなんかむちゃくちゃな悪意で言ってるわけじゃないから、まあなんか結構価値観ベースですよねみたいな感じだから、うん、そう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 、なんか基本的に価値観のズレみたいなとこになるので、うん、まあそれどっちにやってもいいというか、まあ自由だよねとは思うんですよね、はい、うん、まあその意味では確かに自分がどういう感覚を抱くのかっていうののなんか試金石的にもなるし、うん、いい話ですよね。はい、なんかざっと見てる感じだとやっぱりそういう風な感じですごい話題になって聞いたことあるなって作品も結構あるし、はい、逆に言うとなんか意外と全然聞いたことないこれっていうのもちょこちょこあって、はい、そうそう、この一覧眺めるだけでも面白いなとは思ったんですけど、はい、なのでもぜひ聞いてる皆さんも芥川賞受賞作っていう風に聞いた時に自分がどれ読んでたのか、それがめっちゃ好きだったのかみたいなのをちょっと見てもらって、これおすすめだなっていうのを言ってもらえればなと思います。我々もあの直木賞の方はいつも生配信やってるけど、うん、うちの芥川賞の方はやってないので、ね、あの気になりますよね、どういうのが面白いのかっていうのは。そうね、確かに企画としてなかなかやれてないところでもあるから、はい、うん、確かにな。そう、まあそれこそ最近のやつだと知ってる人もそれなりにいるやつで、まあそれが改めて面白いってことであればそれもいいし、
逆にね、むっちゃ古いやつ、それ第1回のやつとか、はい、そういうのをやっぱりこれ本当に名作なんでっていう風に押してもらうのもね、楽しいかなと思うので、はい、そんな感じですかね。はい、はい、というところで、まあ、こういうのがいいかなというのが思いついたら、ぜひコメント欄とか、あ、お便りで送ってもらえればなと思います。以上、こんな本知りませんかでした。それでは次のコーナー、マンスリーパーソナリティへの質問。はい、このコーナーではいつもマンスリーパーソナリティをやってくれてるメンバーから、今月のマンスリーパーソナリティに対する質問を投げてもらおうと思います。普段から仲良くしているとはいえ、なんだかんだ聞いてないこととか、ずっと聞きたかったけどなぜか機会を逃していたようなことなんかを、この機会に担当話してもらおうという趣旨でやっています。はい、では早速それの質問をご紹介していこうと思います。うぐいすさんから届いてます。以前、積んでる本はどれくらいですかという、まあ、雑談会動画を作成した際、ジョジョさんが蓬莱堂の本は大体積んどくとおっしゃっていたのが衝撃でした。衝撃的すぎて、まあ、積んどく1600冊の部分、編集でだいぶ遊んだのを覚えています。集中線のアニメーションをわざわざこのために探してきました。現在のジョジョさんの積読の状況はどのくらいなのでしょうか。密かに気になっていますといただいています。はい、うん、今ね、もう2300くらいまで増えてたんですよ。はいはいはい、そっから先も数えてないのでわかんない。だから2000数百、まあ、3000弱くらいかな。うん、で一応その蓬莱堂のその蔵書がその3000弱 で多分半分以上は読んでないので、まあ、2000前後くらいは積んでるって感じかな。なるほど。ちなみに買うペースとしては大体どんぐらいなんですか。その積むペースとしては某中古書店、はいはいはい、が年に何回かそのセールっていうのをやってくれるんですよ。あ、はいはい、でその時にめちゃくちゃ買うんですよね、結構。ああ、そういうことか。その時にね。で、その時に、うん、多いと100とか買うから。その時に。なるほど。はいはい。それでガツッと増えるんだ。うん、あのセールでも、なんやかんやちょこちょこやってますよね。そう。年ね、なんか3回やってる。そうですよね。うんうんうん。じゃ年に3回、数十冊から100冊くらい買ってて、うん、であと普通に新品の本も、うん、まあ、これは結構ばらつきはあるけど、うん、まあ、月数冊から10冊くらいは買ってるから、うん、ってなるとやっぱり年間で350冊くらい買ってそう、うん、そうですね。ああ、で毎年読むのが100冊くらいは読んでるんですか。そうですね、100数十くらい、150はいかないくらいかな。ああ、うん、そうするとまあ毎年200冊ぐらいの積み上がれていくとすごいな。やっぱ本ってさ、多分みんなもそうだと思うけど、買うときがさ一番テンション高くない？わかりますわかります。買うときが一番テンション高い、買うときが一番テンション高いからどうするかってところは結構人によって分かれるのかなと思ってて、そう、買うときに一番テンション上がるんだから、そのときに買わなきゃ見逃しちゃうよということで、はい、いっぱい買うタイプと、うん、いや、買うときテンション高いときに読まなかったらしばらく読まないんだから、読むやつだけ買いなさいよっていうパターンと、はい、ですよね。そう、ジョジョさんはどちらかというと前者寄りな感じ。いい、もうとりあえず買っちゃうっていう、うん、気になったのは、うんうんうん、私も比較的そっち側だったのでちょっと今苦しみですね。家の本棚のスペースがかなりなくなってきちゃったので、はい、本たくさん買いすぎてもね、場所がっていう問題が、そうそうそう、一番何が一作忘れましたけど、紙の本をそうやってバーってたくさん置くっていうことは、はい、本棚分のスペースの家賃も払い続けているんだみたいなことを言ってる人がいて、ああ、それ寮拡張じゃない？ああ、寮拡張かな、そうかもしれない。うん、それ言われた時に、ああ、なんかそう言われるとなんかもったいないことしてるんじゃないかみたいな気持ちにもなって、うぬぬとは思いましたけど、一応まあね、なんていうか自分の気持ちいいやり方を取れればいいと思いますけど、はい、私はそう基本的に
通して読むものとそうじゃないものがあると思ってて、そうじゃないものについてはちょこちょこパラパラめくるものなので、めくりたくなった時にすぐその場に会ってくれないと困るという意味で積んでるということにしてます。まあ、確かに本もその普通に一冊通して読む本もあれば、そういうふうに別に全部読まなくてもね、そうそうそう、どっかだけ、うん、読みたいみたいな本もあったりする、うん、あ、そう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 、そうなんですよ。一応そういうことで私は組の本を置く理由を、まあ、納得させたというか、自分で、はい、自分にという感じです。はい、そんな感じですかね。まあ、2000冊を超えていつか読み終わる日が来るのか、まあ、来ないんだろうなと思いながら聞いてましたが、また今度時間あるときに蔵書の数をちゃんと点検してみます。はい、でも蓬莱堂の場合はね、みんなも読めるような状態になるから、はい、なんていうか蔵書さんだけの話ではないという意味では、ね、そうですね、それだからまあそう、たくさん、そうそうそう、買っちゃうっていうのもある。うん、そうですよね。なんか、はい、他の人が気になったら、あ、どうぞって言えるような場所にあるので、うん、まあ、図書館化してるってことですね、ほぼね。はい。ということでした。はい。以上、マンスタリーパーソナリティへの質問でした。それでは次のコーナー。トモクルラジオインフォメーション。はい。ということで、蓬莱堂に関するインフォメーションをご紹介していきます。はい、まずは7月のイベント実績です。7月6日、2024上半期ランキング本を語る会、2024年の1月から6月に読んだ本をランキング形式で発表する会でした。7月7日 YouTube 生配信第171回直木賞感想語り、直木賞候補作すべての感想を語りました。アーカイブあります。7月13日文学サロンからの脱出、蓬莱堂の2000冊以上の蔵書を使っての謎解きゲームでした。まさしくね、積んどくされてるものを使っての謎解きということです。はい、7月17日 YouTube 生配信科学部課題図書、生配信、6月7月の、科学部課題図書フランク・ウィルチェックの物質のすべては光の感想を語りました。7月20日初めての蓬莱堂読書会、蓬莱堂に一度も来られたことがない方のための読書会でした。7月21日 YouTube 生配信ミステリ部の課題図書振り返り、2013年4月から2014年3月までのミステリ部の課題図書の振り返りをしました。はい、続いて8月のイベント予定です。8月4日日曜日、YouTube 生配信恐竜部、8月10日土曜日、このホラーがすごい2024年版をみんなで見てみようの回、次8月14日水曜日 YouTube 生配信ジョジョ何かの本について語る、もう何かしらって感じですね。8月17日土曜日ボドゲ&読書会、8月18日日曜日、YouTube 生配信怖い本紹介、8月24日土曜日文学サロン蓬莱堂で読書会、米長月さん主催、はい、8月31日土曜日主演&読書会の会談会ということでございます。はい、はい、8月は割とすでに結構いろいろ目白押しな感じですね。はい、ホラー系が多いかなっていう。そうね、やっぱ夏といえばホラーみたいな、はい、あ、これちょっと余談ですけど、この間ミヤさんが X でなんか、はい、夏といえばホラーってよく言われるけど、なんでホラーは夏だけなのっていう素朴な疑問をなんか言ってて、はい、まあ言われてみれば確かになみたい な、はい、なホラーを夏に、なんか夏といえばホラーみたいな、あれってなんでそうなったんだろうなって結構不思議だったんですけど、ジョジョさん的になんか思うところありますか？それね、前ね、なんかとある本を読んで書いてあったんですよ、うん、その夏ってその日が長くなるじゃないですか。はい、でそうするとその仕事終わってからもそのまだその外で遊べるっていうか時間がある、うん、でそういう時にその昔まだ江戸時代とかの時のあれなんですけども、そういう時ってその、うん、じゃあ仕事終わってからそのまだ日があるその時間帯どうしようかなっていう時に、なんかこう話っていうのが結構その時代たくさんあって、でそこでなんか、そう、階段っていうのをなんか話し出したらこうみんなに結構人気になったからっていうのをなんか読んだことある。へえー、あ、じゃあもともと怪談はじゃあそのまだ日が明るいうちに話すものだったんですね。うん、そうです。まあだからなんだろう、もう 夕方だから、これからもう、うんうんうん、だんだんともう 日が暗くなってくる時間帯くらいの時に。うん。なんか自分も、そうなんだ。そう。だから自分も常々別に夏だけじゃなくていいじゃんっていう思う派なんだけどね、自分も。
そうですよね。なんかそれこそ雪女とか常に季節外れの人みたいになってますもんね。確かに確かに。そっか。うん、でしかもちょっと意外だなと思ったのが、うん、私はやっぱりその階段ってこう夜、はい、あのね、なんか布団の中とかでするイメージだったんですよ。それこそその修学旅行中とかイメージで、夜布団の中で恋バナと階段をするみたいなのが青春なんだと、はい、私のイメージ青春は語っていまして、うん、そう、なんか結構夜のイメージで、結構その、はい、あのまあ、ホーライドで階段階やった時とかもその暗くしてやったりとか、はい、そういうこともあったじゃないですか。なんかそういうイメージが強かったんですけど、はい、夕方っていうのは意外ですね。だってさ、ホラーとか怖い話をなんかこう 見たり聞いたりすると、このゾッとして寒くなるからっていう。ああ、はいはいはい。いや、あれどうなのって常々思ってるんですけどね。そうなのって予感がするとかね、いい意味ではちょっと寒いような気がするっていう感情はわかるけど、まあそれで夏の暑さが吹き飛ぶのかはよくわかんないですよね。うん、確かに。はい。うん、まあ諸説はあるんでしょうが、そうですね、そういう経緯もありそうだということですね。はい。まあでも逆に言うと、それがそういうことであれば、まあ夏といえばホラーだっていうイメージあるものの、まあ年がら年中ホラーやってたって別にいいよねっていうこれもある、はい、ね。そうです。はい。はい、すみません、ちょっと脇道それましたが、じゃあこれで、いつもの今月の一冊を紹介して終わりにしたいと思います。今回はジョジョさんから一冊ご紹介をお願いします。はい、私からおすすめの今月の一冊は杉井光さんの世界で一番透き通った物語です。おう、これ多分去年くらいになんかめちゃくちゃ話題になった本です。そうなんだ。そう、うんうん、で、まあ、これ作品の内容としては、まあ、主人公は青年なんですけども、あの父親が、まあ、すごい作家なんですよ、うん、でけどこの青年というのはその父親の不倫相手の子供だったんですね、うんうん、だからあの、まあ、父親とは確かなんか一回もなんかあの面識がないっていう感じだったんですけども、うん、あの父親が死んで、父親が最後になんか原稿をあの書いていたらしいっていうのが分かるんですね。で、あのその原稿を探すっていう話なんですけども、うん、まあ、この本もあの公式が言ってるんで、まあ、言っちゃうんですけども、電子書籍化ができない本なんですよ。おー、なるほど。 そう、まあ、そのなんかフレーズで去年なんかめちゃくちゃこういろんなところでこの取り上げられてたと思うんですけども、うんうん、で、まあ、自分はなんか気になって買って、けどなんかみんなが手に取ってすごい人気だからっていうあれだと逆にこう読みたくないなっていう感情もね、ちょっとはいはい、あったんだけども、やっぱそう今年なんか急に読みたくなって読んだらすごかった。へえ。そう、紙の本でしか、まあ、できない体験があるって、まあその本当にあの公式的にも言ってるから、やっぱさ、うん、どんな感じなんだろうって最初からそういう目線でさ読んじゃうじゃん、うんうんうん、どういうね、あの仕掛けがあるんだろうっていう、はい、で多分これね、あの気づけると思います、そのどういうあれ仕掛けに、はいはいはい、で、うん、それ気づいた時本当にね、うん、びっくりした。あ、それこそあれなんですね、その気づけるかどうかみたいなところって、その明確にこう明らかっていうよりは、うん、要はその気にしなかったらその見過ごしてしまうくらい、ああ、気づきにくいようなことなんですね。うん、まあ、そっか、まあ、あんまりね、その言うことも できないんですけど、そういうところら辺は。なるほどね。そう、はいはいはい。だからまあ、今ちょっとこう自分がベラベラと言っちゃったけど、まあ、これ一応その公式的にね、あの言ってる情報しか自分も言ってないから。ああ、そうなんですね。まあ、本当に、すごいなって思った。あ、これみんなが、あの絶賛するだけはあったっていう。なるほどね。確かに面白そう。うん、なんか私はあの電子化できない、まあしようともやっぱできるけどめんどくさい本として思い浮かぶのはあったんですけど、はい、青坂つまおさんの聖者と死者っていうやつがあるんですけど、はいはい、これまあ電子化めっちゃめんどくさいんですよね。あ、まああのそう、公式が言ってる通りで、これ実はその一応全部で200何十ページかあるんですけど、
あの数十ページ単位くらいで袋閉じになってて、はい、全部が。で、袋閉じ単位で一回読むと短編小説として読めます。はい、で、それを切り開くと長編小説になりますと。うん、すごいですね。そう、だから同じページを使って、けどその特定のページだけを読み進めると全然違う話になってるっていう仕掛けの本なんですよね。うん、まあ電子でそういう形で読ますことはできるけど、楽しくないんですよね、電子で読んでも。はい。うん、やっぱ袋閉じになってて、それを切って開いたらまた違う話になるっていう体験が面白い本だと思うので、そうそう、これはまあそうだなと思ったんですけど、ただこれはあの要は明らかに見たらわかるんですよ、誰もが、はい、袋閉じになってるから。あ、そうそう、けどまあそこの意味でだから違う性質の電子化できない理由があるんだっていうのは興味深いなと思いました。はい、しかもこの本多分最初だからその袋閉じ切んないで読んで、そうそう、で次その自分でさこの切るっていう行為がさ、なんかめちゃくちゃテンション高く なりそうです。そう、自分で切るんですよ。自分で切ってこう、どうだから、そう、あの 中古でもあんまね買う人が、うん、少なさそうな。そうなんですよね、うん、いやでこれ本当にその切って長編開いた時の衝撃って、はい、まあ、単純に切って、あ、それで話つながる、すごい、じゃない。ああ。ちょっとそれ以上は言わないようにはしますが、まあ、はい、要するに、あの、全く違う話になるっていうのがやっぱり面白いので、うん、どこが違うのかっていうのを一個一個見てもらうと、私は結構すごいなと思ったので、はい、追加おすすめになっちゃいましたが、はい。はい、ありがとうございます。次回マンスリーパーソナリティは、かのこさんの予定です。このラジオでは皆さんからのお便りをすごく待ってます。募集しているお便りは、普通のお便り、こんな本知りませんか、私の読書エピソード、入門書紹介の4種類です。今回募集したこんな本知りませんかの回答期限は、ちょっと早いんですけど、8月8日の木曜日とさせていただければと思います。その他のお便りはこの限りじゃないので、じゃんじゃん送ってください。これから募集内容が変わる場合は、読書メーター X、Instagram の各 SNS でお知らせを流すのでご確認ください。ではまた次回も聞いてくださいね。バイバイ。バイバイ。